こんばんばは、お兄さん久しぶりだね迎えに来たよ誰って <laughs> ごめんねいきなりだったから驚いたよねあの頃と見た目も変わってるし僕だよこの顔よーく見てそうそうもうちょっと近づいてえいっ いーい <laughs> 本当にビリビリしちゃったみんなこの人を連れてって僕の大切な人だから丁寧にねあよかったやっと目が覚めたおはようお兄さんんいつもと違う部屋 そうだね。ここは僕の部屋だからさっきはごめんねお兄さんのこと見てたらすぐに欲しくなっちゃって強引に連れてきちゃったのあでもこれで僕のこと思い出してくれたかなねえ聞いてるこれでもわからないのこんなに僕の声聞いてるのにさすがに冗談だよね ねえなんで僕から逃げるのあそっか <laughs> そうだよ僕と遊んでくれようとしてるんだよね昔お兄さんが僕と遊んでくれた思い出だからもう思い出してくれてるなら素直に言ってくれればいいのにねえそうだよねえ違うのあ もしかして僕に捕まえて欲しかったとかあ絶対そうだだって黙ってるもんお兄さんもういいよ別に恥ずかしがることじゃないんだから捕まえてほしいって言って <laughs> まだ何も言わないんだ捕まえたそんな体で逃げれるわけないでしょ少し痛いかもしれないけど 組み伏せちゃうねそんな暴れないでもう遊びはいいからさおとなしくしてもらえる <laughs> 少し怖かった僕も脅すくらいはできるようになったからねなんでこんなことするのかじゃあ何にもわからないお兄さんに説明してあげるお兄さんはあの時のこと覚えてる お兄さんが僕ののお屋敷で働いてる時の方僕が小学生くらいでお兄さんもまだ大人じゃなかった時かな僕は広いお屋敷の中でずっと一りぼっちで周りの使用人たちは妹の方ばかりで僕のことはみんな無視でもお兄さんだけ僕に「もう大丈夫一人じゃないよ」って言ってくれたよねそれで最後 お兄さんがいなくなるとき将来一緒になりたいってお願いしたら二人とも大人になったら僕をお嫁さんにしてくれるってそれがずっと楽しみでやっと今日この日が来たってことなんだよ思い出してくれたそうだよあの時の僕だよやっとわかってくれたね 他に心に決めた人がいる昔の約束だから何それ嘘だよね僕より大事な人なんていないよね僕はずっと待ってたんだよ本当…なのいや いや嘘だよ嘘に決まってるお兄さんそいつに弱み握られてるんでしょだってお兄さんは僕と一緒になってくれるって言ってたもん <laughs> そうだよ今度は僕が助ける番だ昔助けてくれたみたいにお兄さんを助けてあげるお兄さんを縛る人間を全員消してねそんなことしちゃダメ何言ってるのダメじゃないよお兄さんを助けるためだもん それに心配しなくても大丈夫お金はたくさんあるから誰も僕を邪魔できない僕がお兄さんを絶対幸せにしてあげるはあ、ぎゅー好きだよお兄さん僕の大切な人お兄さんのことを見つめてるとどんどん好きが溢れてくるの ねえもうずっと一緒にいるんだしいいよねあの頃と変わらないお兄さんの匂いだどんどんお兄さんで満たされていく幸せねえこれからどうするあそうだ 二人で旅行とか綺麗な海見に行きたいなねお兄さんもそう思うよね黙ってないで早く答えて <laughs> うんそうだよねあれ嬉れしすぎてお兄さん泣いてるのかわいいよしよし僕素直なお兄さんが大好きだから あ、お兄さんじゃなくて旦那様だったねこれから先ずーっと一緒にいようね